テスト、お読む、こんばんは、ドナルドーです。今日は、アルベール、カニョチョ、ペスト、の、紹介、その4回目です。フランス領、アルジェリアの港町、オランにおいて、4月半ばに、突如広がり始めた、感染症、ペスト。前回、第3章では、8月の、オランの様子が描かれました。今回、第4章では、9月から12月までの、主に第2章の終わりに編成された保健隊、そこに属する人たちのそれぞれの様子が描かれることになります。早速、見ていくことにしましょう。医師、リュウ。彼の感受性はもう彼の自由にはならなかった。大部分の時は強直したまま、硬化し干からびてしまっていたが、それが折々咳を切っては、もう制御のできないような感動に溺れさせてしまうのであった。彼の役割はもはや治療することではないことを彼は知っていたのである。彼の役割は診断することであった。発見し、調べ、記述し、登録し、それから宣告する。これが彼の務めであった。夫や妻たちは彼の手首を掴んで泣きわめいた。先生、どうか命を助けてやってください。しかし、彼は命を助けるためにそこに控えているのではなく、隔離を命ずるためにそこに控えているのであった。ペストには、未だ治療の手立てがなく、リュウの毎日の仕事は、医師としてのものではなく、ただ、患者に隔離と、遠くない死を宣告するだけの、まるで、死神のような、作業の繰り返しでした。良心的な医師であるリュウは、少なからず、その作業にずっと心を痛めており、この頃は、自分の感情の抑制も、うまくいかなくなっていました。私が思うに、リュウさんは、良いお医者さんです。私の住んでいる田舎の医師は、ペストのような緊急時ではなくとも、平常時、すでに真っ当な医師の職務を放棄し、死神化している人ばかりで、安心してかかれる病院がありません。そんな医師は、自分が死ぬ時になって初めて、死にたくない、とか、散々殺した罪を悔い始めたり、もう自分の罪すらわからなかったり、するのかもしれませんが、少なくとも、リュウ医師は、最善の行動を取りながら、それでも、良心の呵責を感じている、ちょっと心配なほど、真っ当な人です。真っ当な人だからこそ、良心に苛まれるのです。密売人、コタール。この町の中で、一向憔悴した様子も気落ちした様子もなく、さながら満足の権化という姿を保っている人間が一人あった。それはコタールであった。コタールについては、これまで全く触れませんでしたが、第一章で、いきなり首吊り自殺を、目論んだ男です。彼は、密売などの、犯罪を生業としている男なのですが、金利で生活できるほど、裕福ではありながら、この小説の初めから、人生に絶望した男として、登場するのです。そのコタールだけが、現在の、
阿鼻叫喚の地獄さながらの、オランにおいて、一人、上機嫌でした。ペストというものがある間は、秘密調査も書類もカードも、秘密に包まれた心理も差し迫った逮捕も、もう問題にはなり得ないのだ。コタールは、町にペストが広がる前から、密告や突然の逮捕などに怯え、孤独に暮らしていました。ところが、ペストの蔓延により、警察もコタールを逮捕するどころではなくなってしまったのです。また、現在、オラン市民が持っている怯えは、平常時にすでにコタールが体験していたものと同等のものでした。その怯えを、すでに経験している者としての優位が、コタールの心に満足感を引き起こしました。何しろ、かつて彼を脅かした、警察までもが、今は、怯える側、なのですから。新聞記者、ランベール。ランベールは、もともとオランの住民では、ありません。たまたま、オランに来ていた時に、ペストが発生し、町を出られなくなった、一人です。彼には、外に恋人もおり、密売人コタールの手引きで、前に一度、オラン脱出を試みましたが、その時は、失敗しています。そして、再び訪れた、脱出の機会。すべての手はずが整い、あとは、脱出するだけとなった時、ランベールは、こう言いました。僕は行きません。あなた方と一緒に残ろうと思います。もし自分が立って行ったら、きっと恥ずかしい気がするだろう。そんな気持ちがあっては、向こうに残してきた彼女を愛するのにも邪魔になるに違いないのだ。自分一人が幸福になるということは、恥ずべきことかもしれないんです。ランベール、実にいい人ですね。いい人は損をするように、世の中はできていますけれど、それでもこういう人は、いてほしいものです。パヌルー神父。目の前で、苦しんで死んでいく、子供の姿に、以前、ペストが人々の改心を求める、神の御心であることを説いたパヌルー神父も、口には、出さないものの、信仰上の苦悩を、深めていました。皆さん、その時は来ました。すべてを信ずるか、さもなければすべてを否定するかであります。そして、私どもの中で、一体誰が、すべてを否定することを、あえてなしうるでしょう。婿の子供の死を受け入れられない理由に対し、パヌルーは、それでも、神を信じることを、人々に求め、また、自身も、その考えを貫きました。実は、パヌルー神父、この後間もなく、ペストにかかって亡くなるのです。ペストは、神の御心ですから、断固として、医師の治療を拒否し、神を信じて、亡くなっていきました。謎の男、タルー。タルーは、これまで、多く、理由と行動を、共にし、また、理由以上に、ペストに侵された町の、記録を、書き留めていた人物ですが、実のところ、彼のはっきりした素性は、誰も知りませんでした。まず、
なぜ、オランに住んでいるかが、わからない。ホテル暮らしで、そこそこ裕福そうであるが、何の仕事をしているのかも、わからない。という、謎の男だったのです。その秘密が、いよいよ、タルー本人から、告白されます。まあ、そんなに深刻なネタバレでもないので、ここで言ってしまってもいいんですが、ちょっと、説明が面倒なので、私も、伏せておくことにしますが、大切なのは、タルーは、コタールとは異なり、犯罪者ではないものの、コタール同様、ペストの蔓延以前から、ペスト患者と同様の状態で、生きていたものだった、ということです。いや、タルーに言わせれば、ペストの蔓延する前から、我々の多くのものが、すでに、ペスト患者だったというのです。僕はこの町や今度の疫病に出くわすずっと前から、すでにペストに苦しめられていたんだ。というのは、まあ、つまり、僕も、世間のみんなと同じようだということなんだがね。しかし世間には、そういうことを知らない連中もあれば、そういう状態の中で心地よく感じている連中もあるし、また、そういうことを知って、できれば、それから抜け出したいと思っているものもある。僕はいつも抜け出したいと思ったのだった。すなわち、タルーは、この世には、その人の善悪に関わらず与えられる、不条理な不幸というものがあり、人々は、その不幸を、ペスト菌さながらに、お互いになすりつけ合いながら、生きているということ、そのことに、若くから気づいてしまっていた、男なのでした。おそらく、タルーは、作者、カミュの考えの代弁者として、この小説に登場しているのです。そもそも、この小説は、ただ、ペストの蔓延した事件の顛末を書き記したものではなく、そのような不条理に対して、人はどう対処すべきなのか、人間の生き方自体を模索するものです。ただ、今の世の中で、相当偉いと言われている人の中にも、こういうことには、全く無頓着で、危機として人に不幸をなすりつけ、それをもって、自分を勝者として、越に言っている人も多くいて、まだまだ、困った世の中は、続きそうです。さて、今日は、最後に、このタルーの言葉をいくつか紹介して、動画を終わりたいと思います。その時僕は、その長い年月の間、しかも全精神を挙げてまさにペストそのものと戦っていると信じていた間にも、少なくとも自分は、ついにペスト患者で亡くなったことはなかったのだ、ということを悟った。僕は、自分が何千という人間の死に間接に同意していたということ、不可避的にそういう死を引き起こすものであった行為や原理を善と認めることによって、その死を挑発さえもしていたということを知った。我々は人を死なせる恐れなしには、この世で身振り一つもなし得ないのだ。僕は、自分がこの世界そのものに対して何の価値もない人間になってしまったこと。僕が人を殺すことを断念した瞬間から、決定的な追放に処せられた身となったこと。を知っている。歴史を作るのは他の連中なのだ。
僕は自分で敗北者の方にずっと連帯感を感じるんだ。聖者なんていうものよりも。僕にはどうもヒロイズムや聖者の徳などというものを望む気持ちはないと思う。僕が心を惹かれるのは、人間であるということだ。最後までご視聴ありがとうございました。